マカオサンボチャンネル、ソンツンです。今日はですね、マカオの夜景かっこグランドリスバー編ということで、このグランドリスバーって非常に背の高い建物ですから、いろんなところからですねこの建物が見えるんですけれども、今日は撮影スポットで私からおすすめしたいポイントをですね、これから動画で撮っていきたいと思います。で、一つ条件がありまして、まあ、もちろんですね、例えばウィンホテルのお部屋の中とかね、マカオタワーとかからであればね、非常にまあいい夜景の写真が撮れるんですけれども、あくまでも誰でも無料で入れるというところをですね、これから撮影していきたいと思いますので、いくつかの場所に行っていきたいと思います。でこのポイントなんですけれども、隣にですね MGM、 それからマンダリンオリエンタルホテルがあるんですけれども、ロビーから出ましたら右側の方に歩いていただいて、マカオタワーへ向かうような感じでね、ちょっとだけ歩いてくると池が出てくるんですね。でその池のところから、こういう風にですね、写真を撮ってください。この場所なんですけれども、ちょっとね窓ガラス越しにはなってしまうんですが、ここ以前にもですね動画で出したことあります。でセナト広場すぐ横のインデイガイシーという市場の中のフードコートの動画を出した時にですね、まあ、あの時は昼間の明るい時間だったんですけれども、夜はですねこんな風に映ります。ただねこの市場なんですが、おそらくなんですけれども夜の8時にはクローズしてしまいますので、なるべく早めにここに来て撮影するようにしてください。
はい、それではこのポイントなんですけれども、グランドリスバーのすぐ隣にですね、私の背後に見えているのがミリタリークラブというですね、ポルトガル料理のレストラン、まあ、ピンク色の建物になるんですけれども、こちらから撮りますとね、ポルトガルの建築とそしてグランドリスバーとね一緒に映るというポイントになっております。ではこれから次の方へ行ってきましょう。はい、それではですね、続きましてこれが多分最後になると思うんです。おそらく編集所の関係で最後になると思うんですけれども、とっておきの場所があります。まあ、これはですね、実際私もインスタグラムを通じてその場所をですね知ったんですけれども、なかなかいいグランドリスバーの撮影ポイントがありますので、現在が今ちょっと見えてはないんですが、ロイヤルホテルという、まあ、ホテルがありまして、そのホテルから出て左側の方へまっすぐ歩いていきますと、もうねそんなにたくさん歩かなくても結構です。もうすぐにグランドリスバーは見えてくるんですが、これからですねちょっとそういったポイントのところへ行っていきたいと思います。ではこちらのポイントになりますが、グランドリスバーが真ん中に映ってるんですが、このローカルエリアから見たグランドリスバーとなります。それでは今日はですね、いくつかのポイントに行きまして、マカオの夜景グランドリスバーホテル編ということでね、動画を撮影させていただきましたけれども、お気に入りのポイントなど見つかりましたでしょうか。マカオにお越しの際参考にしていただければなと思います。それでは今日はここまでということにしておきます。マカオサンボチャンネル、ソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオのお散歩に出かけましょう。